皆さんこんにちは、こすけです。久々にね、ワークマン製品の紹介をしたいと思います。なんか知らないんですけどね、うちの犬もワークマンの製品を開封するのが大好きらしくて、撮影しようと思うとくっついてくるんですよね。しばらくワークマン製品を紹介できなかったのには理由があって、まあ今ね、ワークマンで売ってるものって春夏ものじゃないですか。気になる製品はね、3月ぐらいから買っているんですが、こんな感じでね、家の中に山になったまま置いてあります。まあなんでこんなことになっているかというと、北海道はまだ寒いんですよね。まだ氷点下になる朝もあって、さすがにね、春夏物の服を着れるような状況じゃなかったので、ずっとね、買ったまま置いてありました。ただね、5月に入ってようやく春らしくなったので、やっとね、買ったものを紹介していきたいと思います。いろいろ買ったものの中から何を紹介しようか迷ったんですが、まずは肌着からですね。アイスアシストという夏用製品の中のストレッチインナーというね、肌着 T シャツですね、を今回買ってきました。夏用の肌着は今まではね、ユニクロのエアリズムという着るとね、ヒヤッとするのを着ていたんですが、今回からね、ワークマンのものも着てみようと思います。接触冷感だとか吸水速乾など、夏にぴったりの機能がついている T シャツです。価格なんですが、通常780円のところ値下げされていて499円となっていました。500円ならね、かなりお買い得かなと思います。このストレッチインナーの特徴なんですが、接触冷感はもちろんですが、抗ピル繊維という毛玉になりにくい素材でできていて、吸水速乾性が高く、さらりとしてベタつかないようです。そしてね、肌に優しい綿素材というのも特徴ですね。それにね、伸縮性に優れたストレッチ素材ということで、動きやすそうな感じがします。このストレッチインナーの速乾性がグラフになっていましたが、まあこれがね、性能がいいのかどうかわからないですが、一応機能的には速乾性が高いということみたいです。じゃあね、早速開けていきたいと思います。今回買ったサイズなんですが、 M サイズです。僕はね、176センチ、65キロですが、おそらくこの体型だと M サイズがぴったりのはずです。ちなみにこのストレッチインナーなんですが、綿 95% でできています。なのでね、最初に触った感じもいかにも綿という感じでしたね。ユニクロのエアリズムとかって触った瞬間にスベスベじゃないですか。スベスベでヒヤッとしてますが、このね、ストレッチインナーはそんな感じではないですね。綿素材なので、ザラッとしたちょっと硬い印象のインナーです。でね、接触冷感と書いてありましたが、正直ね、触ってもヒヤッとする感じは僕はね、感じなかったですね。特に冷たい感じはないです。ただよく伸びますね。ストレッチ性が高いというのは間違いないと思います。生地は少し厚めかなという印象があります。エアリズムみたいにね、ペラッペラの生地ではないですね。しっかりしているような、そんな感じの生地になっています。あんまり手も透けないですよね。材質なんですが、ポリウレタンが 5%、綿が 95% となっています。サイズは M サイズで、165センチから175センチの人用に作られているものですね。僕は176センチなので M サイズでぴったりだと思います。じゃあね、早速着てみたいと思います。176センチ65キロの僕が M サイズのストレッチインナーを着るとこんな感じになります。今回買ってきたのは白ではなくグレーです。本当はね、白が欲しかったんですが、値引きしてあるのはグレーしかありませんでしたね。着てみた印象なんですが、やっぱりね、綿素材なのでちょっと硬いかなという感じがします。洗っていくとね、柔らかくなると思いますが、エアリズムみたいなペラペラの柔軟性はないですね。着てみてもね、やっぱり接触冷感の効果があるかは僕にはね、わからなかったですね。まあ、はっきり冷たいという印象はなかったです。もしかすると厳密に測れば多少冷たくなっているのかもしれませんが、誰が着てもはっきりわかるようなヒヤッとする製品ではないと思います。着心地に関してはまあ普通かなと、そんな印象ですね。やっぱりちょっと生地が厚めだというのと、おろしたてなので硬いと
いうこともあって着心地が現時点ではそんなに良くはないです。ただね、使っていくと柔らかくなっていきますし、綿素材、綿が 95% ですから、化学繊維がダメだという人にはすごくいいんじゃないかなと思います。綿ってね、馴染んでくると独特の着心地で僕は好きですから、これもね、着ていくと良くなると思います。でね、この後何日か着てみたんですが、正直なこと言うとね、そんなに接触冷感効果みたいなのは感じなかったです。それとね、速乾性に関してもすごく高いというわけではないと思います。やっぱりね、汗をかくと多少ベタつく感じはありますね。とは言っても普通の綿素材の服に比べればかなりね、乾くのは早い印象はあります。この服をね、積極的におすすめできる人はやっぱり化学繊維の服がダメという人ですよね。できるだけ綿素材の服を着たいという人にはこれすごくいいように思います。綿素材にしてはよく伸びますから動きやすいですし、一応ね、冷感接触効果もあるということで多少涼しくはできていると思います。それとね、速乾性も綿にしては高めだと思いますから、化学繊維がダメだという人にはすごくいいインナーじゃないかなと思います。もしね、綿素材で比較的涼しいインナーを探しているという方はこのワークマンの製品おすすめだと思います。とはいえね、化学繊維でも全然構わないという人は積極的にこれを選ぶ理由はあんまりね、多くないかもしれないです。化学繊維の方がね、より速乾性も高いものが多いですから、そっちの方がね、もしかすると夏には向いているかもしれませんね。というわけでワークマンの綿素材のストレッチインナーを買ってみました。綿の素材が好きな人には夏用にいい製品だと思います。これからも北海道のことや車のこと、北海道の美味しい食べ物や綺麗な景色なんかを動画にしていきますので、楽しんでくれた方はチャンネル登録よろしくお願いします。